ショート縛りやります。留学生が8日なんで 1,2,3,4,5,6,7 結構比較的みんな早く帰ってくるんだよな。さあこの数試合勝てるんでしょうか。全然勝てません。お勝った。もう乱打戦しかないもんな。ピッチャー陣は打たれるし、どうせ。おおほら、もうみんなスタミナないです。絶好調、調子のいい選手を使っていきましょうか。今4番キャッチャーだったね。カープ誰？ああ坂倉か。15対11。紅林、太田が帰ってきました。シーズン終了まで行きました。日本ハムと DeNA の日本シリーズ第7戦までもつれ込んで日本ハムが優勝と。セリーグ勝てないね、日本シリーズ2年連続で。29勝113敗、23、本当にもうちょっとずつ、13、18、23、29と、あと何年かかるんですか、優勝するまで。ドドンといかないんだね。ちょっとずつ良くなっていると。ピッチャー陣もね、先発 4.95、 中継ぎ 8.42、 8.42で他球団の先発が良すぎるような、先発がピッチャー良すぎるような。打率は1位だ。打率良くてもね、 OPS は最下位脱出しましたと。やっぱ打線が良くなってるね、ちょっと。ネオが2点台、2.92 だって、すごいね。ネオくん頑張ってます。それ以外はもうドングリーズです。ただね、誰だっけ？おー、すごくね、これ DD まで行ったんよ。山田、31歳。チャンスで打てるし。96イニング。柳谷2割8分4人17本。なんでこの柳谷が結局一番強くなってるの？今までいろんなショートがいましたが、結局一番強くなったのはドラフトで取った選手です。本当は門脇とかね、村林とか、まあ、それこそね、いろんな選手に活躍してほしいわけよ。太田とか、実際にいる選手。そんな選手たちよりも、なぜかドラフトでオリジナル選手の方が強いと、普通の。普通に柳谷と言ってますが、柳谷です。そしてファーストの守備そろそろ鍛えてあげないとかわいそう。不慣れなファーストをずっと守らされてるからね。それでベスト9とか取ってるんだけどね、ファーストで。今年は、ショート、ファーストどっちやったのかな。ショートの選手が多すぎてね。今年はどこでもゴールデングラブ取れてない。エンバリー、ショートでベストナイン取ってる。タイトルは何もいませんと。いつか沢村賞を取る選手出てきたらいいんだけどね。FA も流出もなしと。まあ、外国人取らないしね。どうせ。まだ外国人取るほどお金もない。で、みんな年俸上がってきてるでしょ。この辺払わないといけないからね。さ、野村とかどうする？あと2年です。まあでも出ていくもんな。出ていくんだよな。出てかれたら困るから。まあ出てかれても困らないんだけどね、正直。正直そんなに困らんところはあるんですが。まあ、ちょっとやっぱ悲しいんだよね、出てかれると。ピッチャー陣はどうせ出ていかない。あと、ま、GG は大丈夫。今宮、坂本とかでね、レジェンドがまだ頑張ってるしね。藤岡ももう完全に得の良いんだよな。茶谷もあまり活躍できません。リュークは4割打ってるけど420万です。試合にあまり出てないからね。普通だったらもうちょっと上がるんだけどね。田中どうする ?27、かく乱しか持ってない。もういいかな、別に。田中どっか多分取るでしょ。うちだと活躍できないから、田中は違う球団にいた方が活躍できるはず。もう結構4、5年経ったからショートできる選手も増えてきたのかな。結構、球界はショート不足だったんで、ここ数年前までは。ショートの需要が高かったんですが。平沢とかも拾われてたもんね。今年はどうですか。もう64人なんだよな。ヤマトが引退か。悲しいね。海外スカウトさせるか。でもヤマトね、言うても特に思い入れはないんでね、活躍はしてないし、得の要因として頑張ったぐらいか。結構人多いよな。クビにしてもいいか、野手数人。ってなったら上川畑払わなくていいか。流出してもいいか。数も多いしね。村林も30なんだよな。ただ村林晩成なんよ。
大城流し打ちしかないか。ちょっともういっか。ちょっと数減らしていくのもあり。63人。あんまりドラフト取れないんだよな。取らなくていっか。普通に今いる選手育てるのがいいのかな。ドラフト1位2位ぐらいまででいっか。どうせショートでいい選手なんてなかなかいないし、ピッチャーも今ぐらいでいいのかな。数はまあ一応ピッチャー何人？投手36人。半分ちょいぐらいか。意外と少ないんだね。もっと投手が多いかと思ったら。結構普通に野手もいっぱいいるんで。ならば、おー、小平。ショートどうせいっぱいね、いても取られるからね。ここはじゃあ小平くんでいきましょうか。競合しない。村山が競合した。今年はショート結構残ってる。末松、まあ2人ぐらいでいいかな。もしかして FA とかで取るかもしれないしね。小平、末松、2人獲得いたしましたと。近本ショートメジャー行かないかな。ショートで活躍してる選手、伊藤、メジャーに行けないとかわいそう。高木豊は活躍してるのかな。あ、森友哉だ。森友哉めちゃめちゃ強くなるよな。村上、この辺がショートだったらいいんだけどね。外国人、お、来たショート。あー、早熟衰退期。さあ拾われなかった。誰だっけ、クビにしたの田中か。田中どっかに拾われると思ったら普通にクビになっちゃった。かわいそう。もうショート不足は解消されてる感じだね。さあ、やっぱ9億。金がちょっとずつ結構減ってない？これまずいです。キャンプ終わりました。ピッチャーめちゃめちゃ伸びてるね、いろいろ。ニーカーのキャッチャーが F になりました。坂本、今宮、藤岡、衰えてる。いやー、山崎剛も衰えてきてるか。それ山崎剛。剛でいいのか。山崎武志なのか、山崎剛なのかわかんないけど。山崎、わからん。あれだよね、楽天だよね。徳能がすごいいいです。楽天の村林の前にショートやった選手だよね。今何やってんのかな。今一軍いるのかな。一軍いたら申し訳ない。なんか一番ショートとかで出てた気がするんだよな。村林が出てくるのは2年前ぐらいかな。なんかそういうイメージがあるんですが、果たして今はどこにいるのでしょうか。